ございます。今日は2回目の出勤です。在庫のアプリが入って全部のこう在庫が全部入ってる、毎週金曜日1回全部見て何が足りないかをここアップデートして、今は1箇所しかないから全部こう一目で分かるけど、店舗も増えたらここに何があるかとか店舗の人も分かるようにこうアプリの方がいい、全部クラウド上にあるデータだから、このアカウントを別のところに入れると全部も見えてる。なんていうアプリだっけ。在庫。在庫ってアプリ。あ、本当だ。そのためにこのキーミクサー今あるんだけど、はいはい、こうアーモンドをパッ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 アーモンド入れて、ココナッツミルクがベースになってて、で野菜しか入ってなくて、つゆとかも全然使ってなくて、はいはい、醤油とか入ってるんだけど、醤油も昆布の醤油とか使ったりして、はいはいはい、あとはね、また20食用意するのもちょっと、邪魔すんね。ここに全部こう書いてある。コニアグリーン、ストロベリーウォリアー、バイキングチョコレート、チャイベリーはまだ、でここ点検に行けば、リジージム前の伝票が全部、今日の売り上げも全部出てくる。アーモンドミルクを主に使ってるんですけど、それも手作りなんですね。アーモンドから絞ったりして、添加物だったりとか一切入ってないですね。砂糖も一切使ってないですね。アガベはあの木からのシロップですね。スムージーの方の人気な方はピニアグリーンですね。ココナッツとパイナップルでちょっと甘みも出てるし、あとほうれん草が入ってるので、すごい栄養分豊富なんで、基本的に全部ヘルシーはヘルシーなんですね。あのチョコレートのものも、あの豆のプロテインパウダー使ったりして、あとヘンプシード、タンパク質高いあの種類が入ってるんですね。イチゴの方でもあのチアシード、オメガ3っていう脂肪酸、こういい脂肪が脂質入ってるものが高くて、なので全てあの健康的は健康的ですね。うちはイチゴの方はアーモンドバター今使ってるんで、カルリの方だとイチゴ多分一番高いですね。じゃあイチゴとピンヤグリーン1個ずつですね。はい、はい、こんにちは、少々お待ちください。YouTube 出し、サカオの月。ああ、いいよ、別に。ついに。いやー、ファンクラブできちゃう。ザツキもモザイク濃いめの方がいい。もう実際ね。
まだまあちょっとずつ覚えてきましたけど。前って入力するのないよ。そこはしない、そこはしない、ね、ただあの合ってるかどうかだけ。マンもちょっとレンジすればもっとこんにちは。あ、ここに出して最高。この排水で給水、新しい水入れて終わりにしよう。そこからですよ、問題は。そうそうそう、私も行く。で、まずはこれを取って、で、お疲れ様でした。Tサイト行きます。